ドナルド・ジョン・ロリッチは、オレゴン州ポートランド出身のプロ野球選手。メジャーリーグで投手として活躍したミッキー・ロリッチはいとこにあたる。1965年、シカゴ・ホワイトソックスからドラフト従順目で指名され、入団。1969年までは 1A や 2A の間を行き来していたが、1971年にメジャーリーグデビューを果たす。 翌1972年4月12日に金銭トレードでクリーブランドインディアンスに移籍し、1973年には自己最多の61試合に出場した。1974年はオクラホマシティ89アーズに所属していたが、5月13日に南海ホークスに入団。同年はインディアンスで同僚だったマイク・ケキッチと対戦しており、ライバル意識を感じて燃えたという。 途中加入のため規定打席には到達しなかったものの27本塁打を放ち、翌1975年も10%増の年俸1200万円で契約を結び、同年から導入された指名打者を主に務めた。1976年はメキシカンリーグでプレーしていたが、7月に近鉄バファローズに入団。しかし7本塁打に終わり、 バディブラッドフォードの獲得決定を受けて11月8日に対談した。ありがとうございます。